彼のことが大好きなんです。2023年5月20日ロサンゼルスドジャースタジアムで行われたアリゾナダイヤモンドバックス戦の試合前、大谷翔平選手と並んで写真に収まる金髪美女が眩しい笑顔で大谷選手を見つめています。彼女の名前はキャメロン・ブリンク。まるでモデルのようなすらりとした九頭身の抜群スタイルに思わず目を奪われてしまいます。身長は193センチメートルと大谷選手と同じ高さ。並んで立つ姿はまさにパワーカップルといった様相です。しかしブリンク選手はただの美女ではありません。彼女は今年 WNBA のドラフトで全体2位指名を受け、ロサンゼルススパークスに加入したばかりのルーキーなのです。名門スタンフォード大学を卒業し、在学中はパック12カンファレンスの年間最優秀選手に2度選ばれるなど輝かしい成績を収めてきました。またアンダーセブンティーン、アンダーナインティーンの米国代表にも選ばれ、国際舞台での経験も豊富。2019年の FIBA 3×3 ワールドカップでは見事に金メダルを獲得し、大会 MVP にも輝いています。まさに才色兼備のスーパールーキーといったところでしょう。驚くべきはブリンク選手がまだ22歳という若さであること。早くから頭角を現し、大学時代にはニューバランスやジョーダンブランドなどの大手企業と契約を結び、最も稼ぐ大学バスケ選手の一人とも称されていました。スタンフォード大学では心理学を専攻し、学業とスポーツの両立を見事に果たしてきた彼女。知性と身体能力を兼ね備えたまさに文武両道のアスリートです。そんな将来性抜群の彼女が WNBA でどのような活躍を見せてくれるのか、今から楽しみでなりません。ブリンク選手はドジャースタジアムでのこの日の試合でファーストピッチを務めることになりました。球場に到着した彼女はドジャースのユニフォームに身を包み、いつになくはしゃいだ様子。ドジャースのファンなので、この球場に立てることが夢だったんですと興奮を隠しきれない様子でした。いざマウンドに上がったブリンク選手の姿は誰もが釘付けに。へそ出しユニフォームから覗く鍛え抜かれた腹筋はアスリートとしての実力を物語っています。腹筋すげ、腹筋がかっこいいわと SNS には絶賛のコメントが相次ぎました。ファンの中にはブリンク様の腹筋を拝む会なるものまで結成されるほどの盛り上がりようでした。いざ投球の瞬間、ブリンク選手は深呼吸をして集中力を高めます。そして見事なフォームからストライクゾーンめがけてボールを投げ込みました。ボールはまるで糸で引かれているかのようにまっすぐキャッチャーミットに吸い込まれていきます。どよめきが起こる中、ブリンク選手はガッツポーズ。その可愛らしい笑顔に球場全体が和んだようでした。ファンからはナイスピッチ、さすがはバスケ選手、肩の力強さが違うと称賛の声が上がります。ブリンク選手も笑顔で答えながらファンとの交流を楽しんでいました。この日の始球式にはブリンク選手と同じく WNBA のドラフト1位指名選手であるリッケア・ジャクソンも登場しましたが、2人のパフォーマンスの差は歴然。ジャクソンの投球が大きく外れたのに対し、ブリンク選手のストライクが際立つ結果となりました。さすがブリンクと歓声が上がる中、2人は抱き合って喜び合います。ライバルでありながら互いの活躍を称え合う友情の絆。会場は温かな雰囲気に包まれました。試合前には同じくニューバランスのアンバサダーを務める大谷選手と対面したブリンク選手。193センチメートルと同じ身長に並んだツーショットは MLB 公式やドジャース公式の SNS ですぐさま拡散され、大きな反響を呼びました。 LA のスポーツ界は安泰、2人の間に入りたい、新しいニューバランスの広告など、ファンの興奮は最高潮に達しました。実はブリンク選手、以前から大谷選手との対面を熱望していたのだとか。現地メディアのインタビューでは、彼のことが大好きなんですと赤面しながら告白。さらに大谷選手の妻マミコさんもバスケ選手だったことを知っているそうで、彼らのことが大好きなんです、2人とも本当にインスピレーションなんですと
興奮気味に語っていました。対面した大谷選手もブリンク選手の飾らない姿勢に好感を持ったのか、終始笑顔で言葉を交わしている様子が印象的でした。ブリンク選手曰く、大谷選手は本当に謙虚で素晴らしい方だったそう。私はまだキャリアを始めたばかりですが、大谷選手のようなスーパースターになれるよう、これからも頑張っていきたいです、と大谷選手への憧れを口にしていました。大谷選手もまた、彼女のプレーを楽しみにしています。きっと素晴らしい選手になるはずです、とブリンク選手の将来を絶賛。互いの才能を認め合う2人の姿に、ファンからは最高のコンビ、2人で世界を取ってほしい、といった声が相次ぎました。ブリンク選手は子供の頃からバスケットボールに打ち込んできました。母親もバスケットボール選手だったことから、ボールに触れる機会が多かったのだとか。母は私の最大の理解者であり、支えです、と語るブリンク選手。プレーへの情熱と献身的な努力は、母親譲りなのかもしれません。そんな母親思いのブリンク選手ですが、実はもう一つの顔を持っています。それが、ファッションモデルとしての顔。抜群のスタイルを生かし、これまでにもナイキやプーマなど数々のブランドとコラボレーションしてきました。バスケットボールが第一ですが、ファッションも大好きなんです。自分らしさを表現できる場だと思っています、とモデルとしての活動にも意欲的。スポーツとファッション、2つの世界で存在感を放つブリンク選手。その美しさと強さを兼ね備えた姿は、多くの女性たちの憧れの的となっています。大谷選手にとって妻のマミコさんの存在は計り知れません。開幕直後に元通訳の逮捕という衝撃の出来事があった大谷選手。ちょっと睡眠が足りてないという日が続いていました、と本人が語るように、やはりダメージは大きかったようです。しかしマミコさんの支えもあり、見事に乗り越えることができました。アスリート同士の夫婦には、互いの心情を理解し合えるという大きなメリットがあります。トレーニングや食事面でのサポートはもちろん、精神面でも支え合うことができるのです。一緒に体を動かすこともそうですが、料理を手伝ったり、子供ができたら一緒に子育てをするなど、支え合って共存していく夫婦になることが一番と、スポーツライターの梅田陽子さんは分析します。お互いにリスペクトし合える、そんな理想的な夫婦像が大谷選手とマミコさんには当てはまるのかもしれません。マミコさんも元バスケットボール選手だったことから、大谷選手のことをシンデレラボーイと呼んでいるのだとか。努力を積み重ねて夢を叶えた大谷選手の姿は、まさにシンデレラストーリーのよう。そんな夫の活躍をマミコさんはいつも心から応援しているそうです。野球とバスケットボールというスポーツの垣根を越えた大谷選手とブリンク選手の夢のツーショット、 SNS を中心に大きな話題となり、多くのファンが興奮のコメントを寄せています。才能あふれる2人のアスリートが今後どのような活躍を見せてくれるのか、そしてニューバランスがどのようなコラボレーションを仕掛けてくるのか、世界中から注目が集まることは間違いありません。193cmという高身長を誇る大谷選手とブリンク選手、2人の類稀なる身体能力と圧倒的なオーラは、多くの人々を魅了してやみません。共にスポーツ界のみならず、社会全体から注目を集める存在となるでしょう。ブリンク選手はこれからの WNBA を牽引するスーパースターとして、その名を轟かせていくことでしょう。大谷選手もまた二刀流の神髄を見せつけ、野球界の頂点を目指す。性別、人種、競技の垣根を越えて、世界中の人々に勇気と感動を与え続ける。そんな二人の活躍にこれからも大きな期待が寄せられています。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が面白いと思っていただけましたら、ぜひ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。